ははいどうもこんにちは森本ですえ今回はこちら三菱のローザこれの車検整備の様子を紹介していきます。で車検整備といっても全ての作業の様子を紹介するわけではなくてですね今回1箇所大きな不具合箇所がありましたので今回はその不具合箇所の修理の様子を紹介していきます。 それじゃあまずはじめにこの車,の車の車両情報をお伝えしていきます。車が三菱のローザ、型式が BE66DG ですね。で、年式が平成11年11月。で、走行距離が293,400キロとなっています。それで不具合箇所というのがこちらになります。左フロントの足回り、 ーパーのボールジョイントをよく見てみるとはいこんな感じになっているんですねこれどういうことかって言いますとボールジョイントのボールの部分そこが突き抜けている状態になっています突き抜けてしまってそのボールジョイントのボールを押さえる部分の、まあ、金属部分が なんか爆発したみたいにこうバッと上に裂けているという状態になっているんですねこれ最初見た時何が起きているのかよく分からなかったんですねまあそれぐらい僕も初めて見る現象ですね下側から見るとこんな感じですなんかボールジョイントが今にも抜けそうな状態になっていますよね はい、というわけですので今回はこのボールジョイントこれの交換作業を行っていきますで今回整備しているローザはボールジョイント単体での交換が可能なんですねで車種によってはアームとボールジョイントがくっついている場合があるんですねその場合ですとアームアッセンブリの交換になってしまうんですが、まあ、今回のローザの場合は 分割できる、まあ、ボルトで固定されていますので、まあ、そこがまあ部品代の節約になって助かるところですねそれじゃあボールジョイントの交換作業を行っていきます ナックルとアッパーアームを切り離ししますので、ブレーキホース、ABS のセンサーの配線、まあ、これらに負荷がかかる可能性がありますので、これらホース、配線を固定している、まあ、クリップのボルトですね。これを取り外ししておきます。次に、ボールジョイントとナックルを固定しているナット。これを取り外ししていきます。 で、このナットには割りピンが使用されていますのでナットの取り外しの前に割りピンを取り外ししておきます割りピンの取り外しですけれども曲がっているピンをまっすぐに成形してでニッパーでつまみながら引き抜くと作業がやりやすいと思います割りピンが外れたら取り付けナットを緩めていきます ボールジョイントとナックルの取り付け部分が固着していますのでハンマーで叩いたりボールジョイントプーラーこういった専用工具を使って取り外しを行っていきますで今回僕は動画の中ではハンマーで叩いている絵しかないんですけれどもプーラーを使って取り外しを行いました、まあ、やっぱりですね専用工具を使った方が作業は早くなります はい、ボールジョイントとナックルの取り付けが外れましたので次はアッパーアームとボールジョイントの取り付けボルト2本ありますのでこれを取り外ししていきますでこのボルトは上部にあるエアスプリングが邪魔で引き抜くことができないんですねなのでボルトを緩めてもボルト自体はそこに置いたままにしておきます さああとはですねボールジョイントを引き抜くだけなんですけれども、えー、どうやって引き抜くのがいいかなと思いながらバールでいろいろこじていたらですね突然、ボールジョイントのボールの部分ですねそこがごそっと抜けてしまいました。 はい。というわけで、予期せぬタイミングでジョイント部分が外れてしまったんですけれども、ブレーキホースだったり、ABS センサーの配線は、クリップ、はじめに緩めておきましたよね。なので、配線、配管が、まあ、引っ張られて、こう、痛めてしまうということはなかったですね。さあ、あとはですね、残っているジョイントの、まあ、受けの部分ですよね。ここを外していきます。 まあ、サビのせいだとは思うんですけれどもかなり固着していましたねはいこれが取り外しをしたボールジョイントになります、まあ、かなり損傷していますよねでご覧のようにジョイントを受ける台座の部分ですねここは完全に突き抜けていますね で、これがボールの部分になるんですけれども、ご覧のように、まあ、サビのせいかもしれませんが、まあ、綺麗な形をしていないですよね。本来だったらここ、まあ、ボールジョイントですから、丸い形をしているはずなんでしょうけれども、いびつな形をしております。で、こうなってしまった原因なんですけれども、まあ、このバス、たまに、 悪路を走るる時ももあるんでですすけけれれども、まあ、それだけが原因ではないいと思いますねやっぱり経年劣化と言いますか、まあ、年数が経って徐々にボールジョイントが痩せてしまって最終的に突き破ってしまったのかなと思いますねで反対側のボールジョイントも点検してみたんですけれども、まあ、特にガタがあるとか まあ損傷しているとかいう感じではありませんでした。まあこちらのボールジョイントもですね、まあこの車オイル交換とか普段メンテナンス来ていただくので、まあその都度、まあ点検をしてですね、まあ怪しければもうすぐにですね、交換をしていこうと思います。はい、これが新品のボールジョイントになります。新品なので当然ですが、しっかりしていますね。 それじゃあボールジョイント組み付けしていくんですけれどもアッパーアームとの取り付け部分錆びって固着していたのでペーパーヤスリ等を使ってきれいにしておきます掃除ができたらアッパーアームをバール等を使って上に押し上げながらボールジョイントを取り付けしていきますでこの後は取り外しと逆の手順をこなしていくだけですね はい、というわけでボールジョイントの固定ボルトあとブレーキホース ABS センサーのクリップですねこれらの固定ボルトすべて取り付けができたのでアッパーのボールジョイント交換作業が完了しましたさああとですね残りの車検作業もすべて完了しましたで最後にですねタイヤを取り付けしてサイドスリップの測定だけしておきますでずれていたらもちろん調整をして これでですね全ての作業完了となります。はいというわけで今回はローザのボールジョイントの交換の様子を紹介させていただきました。でまあ、今回のボールジョイントの不具合なんですけれども、まあ、走行中 まあ特にですね、ガタガタ音がしたとかいうことはなかったんですね。まあ、なので、点検しないと気づけなかった不具合だったと思います。まあ、なので、定期的な点検だったり、まあ、車検の点検ですね、それをしっかり受けていただくことが重要になってくると思います。はい。というわけで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。